こんばんは、ワイズです。バディミッションボンド実況プレイ始めていきたいと思います。前回ミッション15の最後で、なんかお前はもう不要だ的なことを言われて、ルークがなんか壁に都合よく開いた穴に落ちていってしま落とされてしまいました。あれなんだろうね、ダストシュートみたいなもんなのかな。なんかエレベーターの本体がない穴みたいな、何の穴だったかよくわかんないけど、そんなところに落とされてしまったと。あれは助けられるとしたら木馬なんじゃないかなと思うし、木馬とチェズレイって多分生きてんじゃないかなって思うんだけどね。少なくともアーロンは取り残されてしまった状況だよね。で、そのフロアがなんかその捕まっていたフロアと違うフロアかもしれないみたいなことがふわっと喋られていたので、またそのアーロンの脱出周りについても気になっているところです。ということで始めていこう。ミッション16、喪失。その手に取り戻したと思った希望が再び漆黒の底へ落ちていく。尊敬する父エドワードはルークを価値なきゴミのように投げ捨てた。心なき別れの言葉とともに、お前は何ともつながっていなかったんだ。やっていきましょう。ん？名前欄バグってる。あ、やっぱりルークはルークじゃないんじゃない？一応ルークって書いて汚したみたいな見た目になってるけど。ひどい匂いがする。やっぱダストシュートだね。なんか日本だとあんまり馴染みないけど、ビルの上とかからゴミを直接廃棄の部屋まで、落とすためのルート、なんかダクトみたいな、そういうやつに落とされたのか。あ、でも誰かが助けたわけじゃなく普通に生きてたんだ。ゴミがクッションになった感じかな。ゴミだらけだ。痛い。体中が、頭もガンガンする。なんだこの髪。ほう、え、なでしこのビルがなんかテロの拠点として追放されたみたいな、追放じゃない、調査対象になったみたいなことか。見覚えのある建物だ。うーわー、なるほどね。そういう形で公開したんだ。え、なでしこ大丈夫なのかな。公安本部および支部オフィスなでしこを摘発。大祭神楽迫る。トップバッターは歌姫スイ。記者、このステージを誰に一番見せたいですか？スイ、お世話になった友人たちです。本当はメテオフロートに招きたいくらい。なぜならこの場所は、頭が痛い。でもこの髪は、なんか新聞っていうことすら認識できてないってことかな。何でもないもの、何の価値もないもの、何ともつながっていないもの。え、なんかヒーローゲージ上がりそうにないんだが。え、何でもないものではないよね。
重要な情報がある。何の価値もないものではないよね。重要な情報がある。何ともつながっていないもの、これはワンチャンあるんじゃないか。でもなんかルークが何ともつながってないみたいなことをわざわざエドワードから言われたってことは、これ本人はあんまりいい言葉だと捉えてないよね。まあでも選ぶか。そうか、ゴミか。いや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 、なんで選ばせた？ああーなるほど、いいね。こういうなんだろう、システムと物語がリンクするような演出って痛い。なんかちょっとワクワクするな。ここはどこだ、僕は誰だ。いやーでもせっかくさ、アーロンに引っ張り上げてもらえたのに、またなんか落ち込んでしまってるけど、それどころじゃないと思うんだよな。痛い、頭が割れる。記憶取り戻す過程で弱ってんのかな僕。お前は何者でもなかった。僕はお前には何の価値もなかった。僕、ああ洗脳みたいなことをされたってことなのかな、最後の一言で。お前は何ともつながっていなかったんだ。なんで、なんで僕は誰ともつながってないの。僕が持ってなかったからだ。何を。コード。出ることはでき、よく戻ってきたな、小豚ちゃん。さあ、何して遊ぶ？役立たずが、お前はもうどこにも行けない。ここで死ぬんだ。うるさい。放っておいてくれ。つけないと。でも自分の中にはないってことでもないか。あれでも父親がコードの断片みたいなの言ったんだもんね、わざわざ。でも前に託すとまで言ってるのを本人が聞いてるんだから。くそ、コードはどこだ。あ、そっか、一人だとスタミナ3になるんだった。そうだ。また一人で動くとき来ると思ってなかったよね。これはチェズレイか、誰だろう。どこかで見たような人影が僕を手招きしている。牢屋の中に誰かいる。音楽おじいちゃん再来。仮面の牢獄。だ
全部うごめいてのチェズレイ。いいえ、本当の私は一人だけ。あのドヤ顔決めてるやつ。知りたいことがあるのなら見つけてください。今の私を。今の私。本物の彼は。ユイが独尊こそが美学、これだな。敵をじわじわ殺したい。もう執着やめたって言ってたもんね。敵への執着は捨てた。罪なき者も殺していい。これはだって思ってないよね、もともと。これで ごきげんよう、ボス。見覚えがある顔だけど思い出せない。知りたいことがあるのですね。ああ、コードの在りかだ。なぜ知りたいのですか？それがわからないと僕は何者でもない。みんな初めはそうですよ、ボス。何者でもないからこそ何者にでもなれる。何度でも変われるのです。昨日まで命を懸けてきたものと今日決別し、明日は新しい宝を見つける。そんな変化も起こりうるけれど、あなたの真の部分は先々も揺らぐことはないでしょう。何しろこの私を怒鳴りつけるくらいです。君がどんな罪を犯してきたのか、どんな思想の持ち主なのか僕は知らない。でも君は僕たちの仲間になると言った。ならディスカードの追跡よりも優先してほしいことがある。それは人を見捨てないことだ。一人でも多くの人を救うことだ。コードのありか。あなたの信念を果たすために必要なら手がかりをお伝えしましょう。コードはダン・バーンズの息子の脳にある。あ、こういう風にヒントを得ていって正しいコードのありかを見つけるのが目標か。そっかそっか、自分の中のどこにあるじゃないんだ。しかしコードを求めるファントムにとってあなたは不要、うん、ということはボス、あなたは多分ダン・バーンズの息子ではない。ダン・バーンズの息子ではない。そうです、ダンの息子はあなたではない。けれどね、私のボスは間違いなくあなたですよ。待ってくれ、チェズレイ。お、思い出した。ご健闘をお祈りしています、ボス。いや、なんかめっちゃ好感度上がったね、チェズレイ。なんか最初嫌なやつだし、途中何してるか分かんないしだったけど、いやなんかね不良がいいことした理論じゃないけど、あー、なんかいいやつに思えるな。もう仲間だね。僕はチェズレイ。ダンの息子は僕じゃない。お兄さん、ちょっとだけ、ちょっとだけ寄ってこいや。
忍びの牢獄。忍びの牢獄。すまん、迷子になっちまった。どれが本体だっけかな。今の俺を見っけてくれるかい。本物の彼は死んで罪を償いたい。もう違うよね。冤罪を証明できた、そんな喜ぶとかではないよね。この20年に価値はない、そんなことも思ってないと思う。守り手として生きたい、これだよね。うん、これだこれだ。見っけてくれてありがとな。見覚えがある顔だけど思い出せない。なんでコードのありかを知りたいんだい。それがわからないと僕は何の価値もない。誰でもそう感じることがある。こうやって暗闇に逃げ込みたくなることが。でも思い出してごらん。少なくともお前さんは他人や物事を価値で計りはしなかったよ。目の前の人たちに価値があるか、自分が関わる価値がある事件か、そんなこと考えてもなかったろ。初めて会った時のお前さんのセリフ、おじさん今でも覚えてるんだ。今の僕はただのヒーロー志願者です。そしてこんな時に動かないヒーローがいるはずないんだ。いいかいヒーロー、誰もお前さんを価値なんかで測ることはできないよ。だけどコードのありかはヒーロー復活のために必要だね。ちょいと待ってね、ガソリン入れるからね。あー、これこれ。コードは息子の脳にあるってことは、ダンの息子を見つけりゃいい。うん、ダンの息子の特徴についてファントムが言ってたこと覚えてるかい。え、あれは確かエース本社の最深部で俺たちが不意をつかれた時だ。え、いやもう全然覚えてないですけど。大丈夫、コードの持ち主には耐性が。ああ気づかなかった。なるほどね。あー気づいてよかったな、これは。確かに。だからアーロンあの部屋に入れられて、音波当てられたのに精神支配を。そう、火に耐えたのはともかくとして、あの精神汚染されているはずって言ってたのに全く影響なかったのは、単にアーロンが強いとか精神力がどうとか、まあ、偶然発動しなかったとかそういうことじゃなく、精神支配を受けないっていう本人のステータスによるもんだったんだ。ご名答。ダンの息子には隕石の音波が効かない。いや気づいてよかったな、これは。ちなみにさ、おじさんにはアルコールが全然効かないんだ。効いてる。でもベロベロですよ奥馬さん。すまんが、ちと一眠りしてくるよ。
僕は木馬さん。ダンの息子には隕石による強化が効かない。これは子供の頃のアーロンか。内側から柵を蹴ってる。僕を呼んでる。獣の牢獄。本物の彼は相棒となら全部守れる。自分の望みだけが大切。俺は奪う側の人間だ。ヒーローはうんざりだ。なんかヒーロー的にはというか、今だったらこうなんじゃないかなって思うけど、これも思ってそうなんだよな。この子供の彼は、子供っていうかこの後の彼は、うーん、奪う側の人間だも自分で言ってたしね。これはそんなでもないかな、まあ、子供たちとかアラナお姉さんのことを大事に思ってたりしたから。あ、でもこれを選ぶか。でコードのありか。お前が探すべきもんは本当にそれか。だってコードがないから僕は。なんだよ。あー、そっか。ごめん、ちょっと話戻んだけど、あれか、エドワードが何に気づいてルークを突き落としたのかっていうのをよく分かんないまま進んできたけど、あれか、確実に洗脳作業が終わってるはずのアーロンが真っ当に動いてたから強化せずに、だから、ああ、こっちがダンの息子だったんだってなったってことか。僕は何とも繋がってない。今はボンドの繋がりあるでしょう。何とも繋がってない。じゃあなんだ、あのくせえ文句は寝言か。聞いてくれ、僕も今日大勢の人の未来より君を救うことで頭がいっぱいだった。多分一人一人には身近な人を助けるくらいの力しかないんだ。だからヒーローには相棒が、仲間が必要だ。一緒に守ろう、アララさんもみんなも。本物のヒーローになるんだ、二人で。俺だけじゃねえ、おっさんに詐欺師にあげるのもめんどくせえわ。この島だけでもてめえとつながったやつが大勢いるんじゃねえのかよ。蹴りが効かねえならこっちだな。待て待て待て
喧嘩早いな、君は。いつもそうだ。乱暴で、短気で、力任せで。その力で、道を開いてくれた。僕を奮い立たせてくれた。僕は一人じゃない。絆に支えられて、ここまで来たんだ。思い出したよ。君はアーロン、そして僕はルーク。今度は何だよ。引っかかるんだ。ダン博士の息子の名はルーク、それは明言されていたけど、あの時。おかげで本当のコードの在りかが分かったよ。ラベルは違うが、なるほど、符号する。コードの持ち主のラベルが違う。もしかしたらダンの息子は。変なシール貼られてるよね、多分。偽名を使っている。ラベルとは名札のこと。つまりコードの持ち主のラベルが違うというのは、ダンの息子が名前を偽っているってことじゃないか。ここまでか。アーロン、どういう意味。こういう意味だよ。あ、いいかドギー、いつまでも、いつまでもぐらついてんな。そうだ、そう言ってくれた直後にアランは。アランは最後に聞かせろ。コードの在りかを知るのは何のためだ。全部守るため。僕はコードの在りかを知ってこの牢獄を出ていくよ。もちろん全部守るために。二度と忘れんじゃねえぞ。ああ、忘れるもんか。行けヒーロー。相棒。操作成功。ダンの息子の名前はルークだが、今は偽名を使っている。